こんにちは。今日は、趣向を変えまして、このリュックの動画、いやリュックの商品紹介ではないんですけれども、皆さん普段の災害時の備蓄などはされていらっしゃいますでしょうか。今日はこの中に入れているその備蓄品の紹介をしてみたいと思います。私の場合は、この大きさのカバン、リュックですね、だいたい30センチ強ぐらいあるんですけども、限られた量しか入らないので、それに応じた備蓄品の紹介になります。もうちょっと大きい箱だったら、飯盒炊飯用の、器とかあると思うんですけども、ちょっと開けてみますね。まずここのところを開けてみました。で、入ってたのはこちら、黒ペンと赤ペン3本と、で、メモ帳で、こちらのリュックというか、カーテンレールを再現するようなリュックが入っていました。で、こちらスティックのリュック、なんか持ち運び用ができる、これがちょっと便利っていうふうにネットで書いてあったので、これでちょっと入っています。で、なぜかアメちゃんが1個入ってました。1個だけしか入ってなかったので、またちょっと買い足そうかなと思います。じゃあ次は2番目の、このリコの場合は1開き、2開き、3開きと思うので、今度はここを開けてみて、2つ目のこれを開けてみました。中にはこの、ゴミ袋45リッターぐらいの、容量があるビニール袋が計4枚と、で、こちら石鹸2つで、こちらの歯ブラシ4本で、その町のガイドが入っていました。次は最後のこちらの3開きのポケット、1ブロック目の紹介です。2ブロック目はこちらです。手袋、ティッシュ、身の回り品で、医療品で、乾電池、現金と入っています。現金は通帳とか印鑑が望ましいんじゃないかなと思います。ちょっと私は別にしています。以上がご紹介でした。ありがとうございます。